き天魔神歌チューンしまうかはいよはい星はからのぼって花のもとの抱き足見あらごしこ恋しちょんなへいよはいそらしそらよさて始まりましたゆきゆき普天間神歌チューン島唄です。民謡ファンの皆様お待たせいたしました。今日も一緒に沖縄民謡を聴きながら楽しくゆきゆきと連絡しましょう。普天間の民謡好き進化が FM 宜野湾のリスナーの皆様と一緒にお届けする1時間です。はい、パーソナリティはキッチン花笠大城幸典と FM 宜野湾田辺ゆきです。この番組ではリクエストメッセージをたくさんお待ちしています。皆様からのリクエストを流しつつ専用ダイヤルで私たちとお話ししましょう。電話番号は090-3015-0797 090-3015-0797。 さあ行こう、おう、ナンクルナイサで覚えてください。グスーヨー FM ギノワンチューンしまうたんかい意味せびりたい始まりました。はい、もう間に合った。もう今日なんかもう午前中っていうかね、今さっきまでちょっともうトラブルでツイキャスをずっと直していて、うん、今やっとついたと思うんですけど大丈夫ですかね。もうバタバタしてました。大丈夫、映ってますかね。そうそう、高田久美ファンさんが直ってるねって書いてくださってるんで、うんうんうん、よかった、ありがとうございます。直ってるね。じゃあどうかな、でもちょっと不安だけどまあまあまあ、あの別に放送には問題ないんでね、ユーストリームとリスンラジオをやっておりますので、はい、はい、いつも通り、いい天気ですね。暑いですね今日。また暑いね。何度だ、27度。梅雨はまだですかね。どうですかね。ねえ、もうそろそろ入る。ねえ、いつもだったらね。うんうん。で、あとあの母の日公演、この前あの松田博一さんの演出のやつって行きました？行けなかった。結局毎年行けない。そっか。うん。いや、行けなかったんですけど、うんうん、あの写真だけ見てはなんか楽しそうと思ってね。中曽根はじめさんの女装を見たけど。ああ、生で？うん、画像が出てたんだけど。画像がね、うん、そうそうそう。カズとかカズとデュエットするみたいなことを言ってましたが、はいはいはい、ねえ面白かっただろうな、うん、うん、そうか、それを聞こうかなと思ったんですけどね。うん、まあ本当の母の日は今日曜でしたっけね。14日、ね、第2日曜ですね。なんか用意してるんですか。してないですね。あと3日。うん、うん、そうですよ、もう木曜だから。ここ何年も母の日たくさん注文いただけるんでパタパタして、はいはい、やってないね母の日。なんかしようか。オードブルとかです？楽屋弁当。ああ、うん、このイベントの演劇とか、そうそうそう、うちな芝居とか公演とかの、うんうん、そうそうそう。ああ、なるほど。ってことはそういう芝居とかを見に一緒に行く親子が結構いるってことですよね。そうだね。なるほど、はい、いいですよね、うん、こういう時にね、はい、ぐらいしか子供の方であまり芝居見ないかも、うんうんうん、お母さんの方もね、そうそういつもね行かないですから ね、こんな時ぐらい、うんうんうん、だから僕もこの弁当納品するときに子供たちも連れていくわけ、はい、絶対芝居はするなよっていう芝居と舞踊をするなよっていうを見せるために。そうそうそう。はあ、なんでですか。見たら余計やりたくなるんじゃないですか。いや大丈夫どんな見せ方してるんですか。とりあえず強く言っている、うん、あの人とかどうしてるんですかね。前来てくれた芝居やってる人、芝居師 の誰だっけ。みちゅう、みちゅう、あ、みちゅうターバヌさんだあれは今度どこに出るのかな。芝居ってどうなる、フリーなの。例えば今年は花園、今年は夜座とかそういう。あ、でもほら劇団員の人は劇団だろうけど、うんうん、フリーの人もいるんじゃないですか。去年はこっちだったけど、うん、今年はこの劇団みたいなのがあるん。そういう人もいるんじゃないですか。だろうね。全然知らないですけどね。フリーの人とかすごいな。フリーなんだろうね。もう実力一つでどこでも行けるみたいな、かっこいいですよね。うん、かっこいいよね。芝居見てないな、何年も。いつ見たっけ最後に。
見たら面白いんですよね。面白いよね、うん、もうだんだん内な口も分かってきたから、うん、また面白いんですよね。でもあのみんなとカンってしてる時に、うん、分からないんですよ。あのなんかこう笑うとこって大体こうちょっとひねった言い回ししてたりとかするからね、こうひねられると分かんないんですよね、はい、だから国立でも芝居はあの字幕が出るらしい。へえ、ね、はいはい。ああ組踊りとか、うん、芝居とかも、あ、はいはい、で役者曰くアドリブが効かなくなった。あ、違うこと言えないんだ。そうそう、セリフ忘れて違うこと言っても相手がだいたい成り立てばいい時とかもあるんだけど、字幕が出ても俺ができなくなったよって言ってた。でもいいんじゃないですかね、うんうん、だからセリフを覚えないといけないって言ってたけど。この前ありましたよ、うん、セリフこっち字幕出てるじゃないですか、うんうん、でもこの飛ばしてる人いました。あ、今飛ばしてる。このでこの早送りみたいな、ペペペペペって字幕の方が早く。あ、そうなんだ。あ、今飛ばしたなみたいな。国立で？国立ではないです。うん、あ、うん、国立以外にもあるんだ。あ、もういろんなとこでね、これ字幕やらないとわからないってことでやってますよね。うん、いいような寂しいような感じするね。そうですね、まあ、広くやっぱり知らない人にも見てほしいってことでね、やってるんでしょうけどね、うん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 、そうか。役者の人にアドリブやってほしいですね、うんうん、はい、まあ、そんな感じで今日も始めていきましょう、はい、では聞き方をお願いします。はい、今ねツイキャスね、でもね今どうですかって、うん、野の中の銀の蛍さんやっぱり声が出てないってことなんで、声が出てないんだ。そうなんだ。やっぱりダメだったんだ。難しい。チェックしてる段階では大丈夫だったんですけどね。画像は流れてるってことね。じゃあリスンラジオの方を今日は進めてください。うん、はい、はいはい、この FM 技能ラジオ聞き方が4つあります。1つは FM ラジオ放送を 79.7MHz に合わせてお聞きください。で2番目インターネットで同時配信、全国どこからでも聞けるサイマル放送はリスンラジオで検索してください。全く同じものを聞くことができます。そして3番目ツイキャスですが、ちょっと調子悪いみたいですので、リスンラジオでお聞きください、はい。で4番目ユーストリーム FM 技能案のホームページから映像と音声もお楽しみください。はい、こっちは大丈夫です。大丈夫、聞こえてる、うん、ユーストリームは大丈夫なんです。はい、ツイキャスだけがちょっとおかしくて。そっか。はい、でもね、アシビションがねリクエストって来てるんで、聞こえないけど書いてくださってありがとうございます。さすが常連さん。大体いつもこのぐらいのこと喋ってるだろうみたいなね。はい、あ、でもリスラジで聞いてくださってるのかな。そうそう、内名口芝居は聞き取れないさーって、うんうん、来てます。聞き取れない、うん、みんなホタルさんは沖縄の方だよね。はい、でも地方によっても言葉違いますよね。そうだよね、うん、芝居はちょっとすり、すい言葉が多いんですかね、うん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 、どうでしょうか。はい、はい、じゃあ、今日のプログラムです。まずは、はい、さあユンタショーラー生演奏コーナーです。次に生電話リクエスト受付コーナー、チューンリクエスト、電話でリクエストしたい曲を言ってください。はい、そしてお便りもお待ちしております。でお遊びコーナーは今日はむくじみくじおみくじコーナーです。はい、あの三振の壺で、くじに書いてあるので、うんうん、それを引いてそれに出てきた数字とかにあのか関連させたことを喋ってください、うんうん、はい、はい、で裏コーナー、はい、裏コーナー386に主体、今のあなたの気持ちを流歌すなわち8文字を連ねていきます。最後は6文字で終わる形式の歌を読んでお送りください。はい、ゆきゆきがお読みいたします。うん、また連ねの後に続けて歌ってほしい歌の指示も合わせてお送りください、はい、流歌のリズムに親しもうというコーナーです。ぜひご参加ください。うん、あの昨日私おもろ奏詞の勉強しに行ってきたんですよ。ほうほう面白かった。なんだよそれ、名前は聞いたことあるけど。あの琉球王朝時代に、うん、この王府が編纂したあの公的な歌です。歌謡集です。ほう、古典ではない。古典とは言わない。おもろはおもろです。386、いや自由ですね。うん、自由です。カルタみたいなのがある、これの。
カルタ？あれ？カルタはないと思う。ん？カルタはないと思います。なんか聞こえ大きみとかがいっぱい出てくるんですよ。うん、聞こえ大きみわかります？わからない。あのこのあの有名な神様とか女神様とかを称える歌がいっぱい出てくるんです。うん、ほう。はい。全然わからん。アテルマ英吉先生のね、うん、あの授業を聞きに行ったんですけど。はい。はい。面白かったです。まあなんか、まあこれはでもね、あのもっと難しいんです。流歌よりもなんか、うん、ルールある。ルールがね、なんかね、うん、あんましないんですよ。はあ、法則がなくて、うん、まあ、ポエム。ポエム、ポエム、ポエムだから自由なんですよ。はい、こんな自由な公文書ありかみたいな。長くいいのもあり、短いのもあり。はい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 。例えば、あ、自由だな。例えば、なんかあるかな。スイティンキャスヘアンジオスイガナシいろいろのこねりおもろなんとか意味わかんない。ほう。いや、あのとにかく神様とかを称えることが多いです。うん、難しいね。はい。でそれに比べたら流歌はね、法則もあるし、うん、意味もわかるし、うんうん、そうだね、やりやすいなと思って。はは、おもろそうし、勉強しましょう。はい。でね、そう思って、おもろをなんかこの唱える人もいるんですよ。あ、うん、昨日はそれを聞いたわけじゃないんですけど、でもうすぐそのコンサートっていうか、コンサートっていうのに歌会みたいなのがあるんですけど、うん、それのチケットもその後でもらえて楽しみです。うん、もうはぁみたいな。いや、うん、はい、勉強します、はい、いやいや大丈夫です。それではいろいろの宛先は、メールアドレスは797@fmgino1.com、 ファックスは 098-943-0094 番です。はい、おはがきは郵便番号 901-2222 沖縄県宜野湾市キウナ1039、Gタウンビル2階 FM ギノワンチューン島歌係、メッセージリクエスト、番組へのご感想をお待ちしております。はい、また再度リクエスト電話番号ですね、090-3015-0797 090-3015-0797、 受付時間は、1時40分はい、それぐらいまで、はい、お待ちしております。はい、では最初のコーナーです。歌いじゅすず主、歌に主はない、それを歌う人が主です。私が歌うのを聞いてくださいという意味の、雪が大好きな八重山の言葉です。歌三線に精進中の雪雪が毎週素敵な沖縄の歌を歌います。知っている歌なら皆さん一緒に歌いましょう。さあ歌いましょう、サユンタショーラコーナーです。この今日本当に何歌うか決めてなかったんですけど、あの野の中の銀のホタルさんがアシビションガネリクエスト来てるので、アシビションガネにします。はい、そうしましょう。歌詞がちょっと待ってくださいね、はい、交代交代で歌いますかね。神くしむくじゃ交互に歌おうか。そうですね。あ、チンダミもしてないですね。あ、みじるお願いし、大丈夫ですか？久しぶりだな。そうですね、うん、ではちょっとツイキャスは止まってるみたいなんで、ぜひリスラジかユーストリームで聞いてください。あ、私先歌っていいですか？うん。面影
たなうち食いりばさささわしりゆるひまんあゆらやしがよんささしょんがねすにしょんがねあしビションがねでした。お城さんの情け歌珍しいですね。そうですね初めてかもしれないですね。久々に緊張したわ。野の中の銀の蛍さんのリクエストでした。うん、足ビションがね。一旦 CM です。見てみようか、これで。もうね、出てない映像です。はいよ、はいよ。
リアイビーム。チューンリクエストサビラ。チューン島歌お送りしております。はい。ツイキャスに花垣さんから来てます。はい。久米島から聞いています。リクエスト。懐かしきふるさと歌しく、久米島から聞いてこのリクエストってことは長く久米島にいらっしゃるんですかそうだね意味深だなもうだいぶ沖縄が遠いみたいな今日行ってるはずこれもうじゃすぐもう帰れたいあでも声がねツイキャス聞こえてない と思うんです多分、うん、残念ながらなので リッスンラジオをぜひ並行して聞いていただきたいですね、はい、画像は出てるのかこれ画像出てないんだよな画像もじゃ人によっては出てないかな、うん、うん残念なんでかもうね、うん、朝からなんですすいません、はい、放送は問題ないんですけどねはいでルドルフさんも来てますはいさいこんにちはゆきさん今日はお一人ですか声があそっかツイキャス一人しか映ってないけどユーストリームには2人映ってますので今日はゆきゆきでお送りしておりますはい、はい、さてですね、うん、リクエスト電話が来るまで母の日ということなのでもうすぐ、うん、やっぱり私の師匠のお母さんという歌がありまして、はいはい、それをぜひ私はかけたいと思います、うんうん、いいですかねもうかけてどうぞどうぞ、はい、それでは又吉清舟のお母さんですお聞きくださいじじにかみらじじにかみらましらさこなにわが心込めて一手を下げ
なまふこいみしょりふこいみしょりまたよし清秀のお母さんをお届けしました、うん、はい、泣きそうですね会いたいなと思って、はい、ね、やっぱこの時期にはねかけておかないとね、うんうん、はい、あの皆さん他の番組でも ぜひリクエストしてくださいね、はい、はい、母の日のねプレゼントね、うん、ランキング見てみたんですよ。お母さんは何を喜ぶのかなと思って、うん、やっぱり1位はね花でした。あ、そうなん。はい、なんかねありがちかなと思って、うん、もう毎年毎年一生はちょっとなって思ったけど、やっぱり一番喜ばれるのはお花みたいですよ。カーネーション、うん、その他はなんか年代別でいろいろ変わってくるんですけど、食事だったり、うんうんうん、服だったり旅行券とかうで、うん、まあ、その後はまあスイーツとかアクセサリーとかになってきますね。もし聞いてるお母さんがいたら、私何欲しいですっていうのをぜひ聞きたいなと思う。そうね、ねえ、時間とかね。あ、だから家事を手伝うとかですか。ああ、僕はやってるから、うん、普段から普段から。あ、素晴らしいですね。そう、あ、はい、普通はねなかなかできないから、この日ぐらいみたいな。はあ、はあ、そうか。もうね、うん、どうなんでしょうか。いや、素晴らしいですね、普段からやってるからっていうのはね。うん、あったら教えてください。はい、じゃあ一つお知らせを、はい、FM ギノワンからお知らせです。 FM ギノワンでは一緒に働くスタッフを募集しています。18歳以上でラジオが好きな方、ラジオ局で働いてみたい方、性別経験は問いません。人と接するのが好きでやる気さえあればどなたでも大丈夫です。出勤は月曜から金曜日、時間は午後6時から12時までです。時給は714円から、もちろん働きに応じて昇給します。出勤日時間は相談に応じます。お問い合わせは電話 098-943-0094 番までお願いします。メールは797@fmginowan.com。 まずはお気軽にお問い合わせください。一緒にギノワン市を盛り上げましょう。以上、 FM ギノワンよりお知らせでした。人手不足、本当にお願いします。切実だ。誰かいないですか。大城さんどうですか。僕はいいです。本当に、なんか自分でなくても、あ、ちょっと人に紹介してみようかなっていうのでも全然いいのでね。うんうんうん、はい、このなんか今探してる人とかいたらぜひ教えてあげてください。うん、はい、はい。では一旦 CM、 いや、ちょっとこの前ですね、1曲かけますね、うん、はい、博物、宜野湾市の博物館がリニューアルオープンしたんですよ。はい、前からあるの分かります、うん、森の川公園のすぐ近くの、うん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 、あれがですね、この前4月の終わりだったかな、うん、はい、常設展示のとこが変わったんですよ。ほう、はい、で行ってきたんですけど、すごい素敵でした、うんうん、昔この辺波町、松並木がすごかったって、その写真とか、この実際どんなぐらいの太さの松があったかっていう、このなんかレプリカ作られてたの、なんかね、めっちゃ太かったです。人が6人ぐらい手つないで、あんな太いの。そうそうそう、があったって。うんうん、うん、写真でしか見たことない。こっちもね、この神宮から役所の向けは、うん、ね、ね、南町って言いますよね、うん、そんなのが体感できたりとか、うんうん、あとはね、宜野湾で自慢できるようなこの
遺跡から出てきた発掘されたものとかがね、うんうんうん、展示されているので、うん、ぜひ見に行ってほしいなと思います。行ったことないな、行ってみよう。で、あの前もありましたけど、京浜鉄道のあの、うんうんうん、台車っていうんですか、この支える部分が、はい、あの展示されてて、それもあのまだあるんですけど、で、あの見たらね、なんか意外とそこから想像すると、この車両が細かったんだなっていうのが分かるんですよね、うんうんうん、あまり大きい幅の鉄道じゃない、今の電車みたいな感じじゃないかな、はい、うん、そういうのが分かったりして面白いので、ぜひ行ってみてください。ではあの京浜鉄道の歌がありますので、フォーシスターズでお届けします。京浜鉄道節、フォーシスターズの歌でした。一旦 CM です。結局ライカも行ったんですか。うん、どこ行ったっけ。帰ったはず、帰った。どこも行かんかったんじゃないかな。何日だっけあれ、4日。どこ行ったっけ、4日。
歌。ジューン島歌をお送りしております。はい、では、ちょっと次の遊びコーナーに行きたいと思います。はい、お遊びコーナー、うむくじ、いみくじ、おみくじコーナーです。はい、じゃあくじ引き引いてください。前、先月これはやった時は五重九栄翔先生でした ね思い出しました。今こうこうこう、みじるの解放からバンチですね。こうぼく某工業高校に行ってたんだけど、お通ってまして、工業高校、工業高校、はい、超自由だわけ。へえ。普通制服って夏はワイシャツ、白いワイシャツと黒いズボンさ、はいはい、白と黒だったら何でもいいわけ。へえ。白いポロシャツに黒いジーンズとかもいるし、あ、そんなに幅が許されるんです、うんうん、そうそう。へえ。お前これ寝巻きだろっていうのも。いるわけさ。へえ、うん、でさ、工業高校だからやっぱ女子が珍しいわけ。あ、いるけど、うん、少ないけど、うん、はいはいはい、全校生徒2人ぐらいかな。へえ、うん、超可愛く見える。そんなに。ああそうでしょうね、うん、で他の高校の女子生徒が工業の前とか通るさね、はいはい、水風船とか投げるわけ。水風船、小学生みたいですね。うん、また授業中に暴走族が入ってきたりさ。校庭にバンバンバン。そう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 。スクールウォーズ。うん、本当で、下校時間。はい。近くに高校がいくつかあるんだよ。商業高校とか普通高校があって、はい、たまたま工業行きに乗ってしまった女子とかが一人とか乗ってしまって、はいはい、バーって入ってくるさね。はい。必ず囲まれるわけ。いや、何するわけじゃない。おい、かわいそうだな。囲まれ、囲まれるんだ。どこに行くのとか、何年生とか。あ、もう絡みたくてしょうがない。面白いこと。バス乗って、はい、窓から降りたりとか。え、路線バスですか。路線バス。降りるときに。降りるときに。うわ、俺のではないんだけど。そういう運転手さん、なんか言わなかったんですか。チッと思ったんじゃない。またあっちの学校のやつらかっていう。ああ、わあっていうのが、生徒指導みたいなのないんですか。そんな昨日こんなことした人が いましたけどやめましょうみたいな。いや、あったかな。へえ、うん、いろんな人いて、なんかタバコ吸う人がいて、はい、ワイシャツの胸ポケットに入れてるわけだ。で、遅刻するって走っていって、はい、校門の前で落ちて先生に見られて、はい、おいってなってそのまま走っていって、はい、やめた人もいた。あ、タバコ？うん、学校。学校。そっち。あれ、もうあれ来なくなったなみたいな。はあ、うん。っていうのもあったし。自由ですね。超自由だったよ。ああ。うん。もう今は変わってるけどね。すごい。なんかもう何者にも縛られることができない人たちが行くんですね。うん、はい。なるほど。松田和俊もいた。へえ。らしい。ちょっと想像できます。想像できる。イメージ通りです。カズと会ったことないんだよな。うん。あ、同じ学校、同じ工業高校にいたんですか。うん、同じ学年さ。へえ、そうなんですか。そうそうそう、うん。今ではこんなに立派になってね。カズでしょ。いや、二人ともね、ちゃんと鼻の中卒取るよっていうのがいるよね。誰、知らないです。名前言ってんのかな。カズと、うん、達也、島袋。ああ、そうなんですか、うん、あと一人いるけど言わんこれ、うん、ちょっと、うん、だけど別に今もう皆さんしっぱり、しっかりこの立派にね、うん、民謡歌手になって、うん、いいじゃないですか。別に鼻の中学取るよじゃないよ、鼻の中卒取るよだよ。別にいいんじゃないですか。だって関係なくないですか、中卒だとか。まあまあね、まあそうだけど、
この名前が面白いんじゃない。あ、名前はね、うん、誰がつけたんですかね。そのリーダー格の人がいて。あ、そうなんだ、はいはい、あ、じゃあ私何か、うん、4開放弦続きで、まあ、そうですね、うん、4なあ、数字が出たらやっぱりなんか時間のこととかになりますね、うんうんうん、なんか数字以外の文字だったらなんかいろいろあれだけど、数字 4車線ですね。今見たままヒルズ通り4車線ですね。4車線、はい、あの私あの車線変更が超苦手で、うん、そんな道は京都にはないんですよ、ほとんど。いや、ありはするんですけど、うん、ほとんどなくて、もうね、車線変更ができないで目的地になかなか行けない時があります。なんでよ。いやー、もう330とか特に苦手ですね。骨量多いしね。5パチはもう苦手。58号も恐ろしいですね。うん、58号さ、降りないでしょ。降りないってどういうことですか。行かないんじゃない。いや、そんなことない。本当。はい、こっちと小座の行き来かなと思うけど。いや、そんなことないです。走りますよ。あのでも大通りしかね、本当にあの方向音痴だし走らないんですよ、うんうん、中の道とか入れないんで、ちゃんと58と330は走りますよ、はいはい、うん、沖縄分かりやすいでしょ。分かりやすい。58330329、はい、さえ分かってれば。分かってればね、うん、だってね、どんなに道に迷ってもね、うん、すぐ海に出る。もうこれ以上行けなくなる。わかる。これ以上行ったら落ちるっていう。そこまで。いや、そこまで行かんけど、あ、もう海の雰囲気あるじゃないですか、うんうんうん、あ、もうこれ海だなみたいな、はいはい、でことは行き過ぎたみたいな。西か東か分かってればいいんだよね。ね、うん、わかりやすい。四車線苦手です。うん、あと太陽見ればね。太陽見ればね、方角わかるんですよ、うん、あと星見ても分かるんですけど私、うんうん、でもね、それで走ってるとね、なんかうまくいかないですね。ナビはナビ。あ、ナビはないんです。でもそういう迷うのもちょっと好きかもしれない。うん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 、分かる気がする、はい、それは。星見て走ったらね、船はいいと思うんですけど、うん、道はね、なかったりするね。そうだね。方角的にはあっちなんだけど、こっち行けないみたいな。道がないって。そうそう。それはよくやりますね。不思議な子だ。もうそれちょっと楽しんでるのかもしれないですね、うんうん、改めないっていうことはね。はい、以上、うむくじみくじおみくじコーナーでした。じゃあ、あの先ほどリクエスト来てましたよね、曲、うん、はい、誠新垣さん、はい。ではあのちょっとね、今島を離れてるみたいなので、懐かしきふるさと、山里ゆきさんの歌でお届けします。
懐かしきふるさと山里ゆきさんの歌でした。はい、荒垣さんのリクエストでした。今頃泣いてますかね、うん、はい、あのツイキャスに、のの中の銀のほたらさんが毎茶うちな口はわかる、そううちな口はわからんってきてます。うん、毎茶うちな口かな、うん、うちな大和口みたいな、うん、現代のはいはわかるけど、うん、そううちな口本当にってこと、うん、そんなもんですか。そうだよね、ちゃんとした方言って今ね、あんまりない気が、僕ら年齢が使うのはね。いやそうか、うんうん、勉強しないとね、うん、自分のおばあちゃんとかおじいちゃんとかの言葉は分かりますかね、喋、うん、ってるの。はい、うん、僕分かる。はあ、はあ、うんうん、の中の金の蛍さんはどうですかね、年配の方のちゃんとした方言ってことだよね。そう、自分の地元の、うんうん、ね、なんかそこは分かった方がいいなぁと思いますけど ね。地域のって違うからね。はいはい、カッチン方面行ったらもう全然分からんからね。あ、そうですか、うん、全然分からない、聞き取れない。へえ、うん、こんなもんか。はい、で、はい、なんか飛んでしまったな。あの、今度花笠はあれですね、9年目ということで、うん、はい、なんかお祝いをするそうで、はい、来週の金土19、20日で、まあ、ささやかではございますがパーティーを開催いたしますので、はい、ぜひお時間の方は遊びに来てください。はい、楽しみです。また来週じゃあ詳しく聞きましょうかね、うん、はい、はい、では、ね、今度カチンバというねバンドがあるんですけど、うんうん、あの普天間にミルベソスっていう、はい、あのカリブっぽいお店があるんですけど、うん、そこであの大きいライブが13日土曜日にあるそうで、あのカチンバ1551のフルメンバーでライブされるそうです。テラス、あの上がテラスになってるみたいで、うん、あのビアガーデンがその時開催されて、はい、であのライブの会場は2階なんですよ、うん、あの3A の近くですね、うんうんうん、はい、で、特製ジャークチキンの販売とか、あとライブにダンスに DJ タイム、いろいろ夏先取りのパーティーナイトということで、13日土曜日6時オープン、ライブ開始は9時となっております。ぜひ近くの人とか興味ある人行ってみてください。今そしてカチンバの曲をお届けしたいと思います、うん、ではカチンバデラックスで男女カリウシです。元ちいさん、そうなんです、今
はい、かっこいいですね。でもちょっと時間が来てしまったので、うん、途中で切れてしまいますけど、ぜひライブでね楽しんでほしいなと思います。ミルベストで見れます。それでは、ね、メッセージが来てました。すいません、気づかなくて。ダブルユキさん、こんにちは。もうお昼ご飯は食べましたか？まだです。食べました？まだです今日も二人の歌声良かったです。わ、ありがとうございます。私からも一つリクエストしたいです。ナークニーを歌ってくれたら嬉しいですって来てます。また来週歌いますか？はい、ね、うん、じゃあ来週ナークニーにしますか、はい、おー、六兵衛さんありがとうございます来週じゃあぜひ聴いてください。どんな歌詞にしようかな。1週間あるから考えておきましょう、ね、チラシはどうしようか。チラシは返され、返され、 OK、はい、分かりました。ありがとうございます。じゃあそろそろお時間となってしまいました、うん、はい、今日もありがとうございました。また来週もねリクエストお待ちしております。はい、はい、それではまた来週までお元気で。はいいや、あの大城さんだけに言ったんじゃなくて皆さんにも、はい、言いました。はい、はい、また練習はいたしましょうはい、それではみんなでせーの、チューン島唄、あちゃん島唄、お相手は、はい、キッチン花笠大城ゆきのりと FM ギノワン田辺ゆきでした。またね、さよなら。怪しい